プレイステーションプレイステーション5トーンプレイステーションプレイステーション4トーンプレイステーションプレイステーション3トーンプレイステーションプレイステーションビータトーントーンはソニーインタラクティブエンタテインメントが開発販売するプレイステーション各機種用のテレビ視聴録画アプリケーションであるプレイステーションシリーズ用のテレビ視聴 録画アプリケーションで、ネットワークレコーダーメディアストレージのナスネやソニー製のブルーレイレコーダーと組み合わせて使う。PS3 のみ、地上デジタルレコーダーキットトーン付属値、デジチューナーも必要。トーンが動作する対応機種は以下の通り。基本的な機能は同じだが、各機能の対応差が機種ごとにある。当初は、ソニーコンピュータエンターテインメントより、 プレイステーション3専用の地上デジタルレコーダーキットとして2010年3月18日に発売された。希望小売価格は9980円。そのため、この地上デジタルレコーダーキットトーン付属の地デジチューナー本体をトーンとして誤認されやすいが、本来トーンはテレビ視聴、録画アプリケーションの名称である。 決してチューナーの名称ではない。PS3 用デジタルチューナーとしては、欧州向けのプラットブが2008年から先行して販売されているが、日本では地上デジタルテレビ放送の企画や BCAS による著作権保護などが異なり、日本国内では使用できない。トーンと地上デジタルレコーダーキットナスネは日本向けに特化して、 新規開発された製品である。プレイステーションシリーズの本体性能を生かした電子番組ガイドや番組検索、ビジュアルシーンサーチなどの簡単軽快なユーザーインターフェースが特徴。名称は、トルネとトルメイドから付けられた。録画されたビデオを再生できる。録画されたビデオの一覧では抽出や並べ替えもできる。内蔵 HDD から、 外付け HDD への移動もできる。ナスネやチレジチューナーから受信して放送中の番組を視聴できる。録画中は録画を停止しないとチャンネルの変更はできないが、ナスネが複数台などで視聴に使える。空きチューナーがあれば録画中の他チャンネル視聴も可能。PSN にサインインすると番組の人気度がわかる、トルミル情報が表示される。これは PSN を介して、リアルタイムで視聴者の多い人気番組や、録画要約している人数の多い番組がわかる、機能である。番組検索においてこのトルミル情報を利用し、人気番組を、ランキング表示することなども可能。テレビを見ている時に、プレイステーション本体に搭載されている、インターネットブラウザーを起動でき、番組を見ながら、インターネットの閲覧ができる。 番組に関することや出演者の情報など気になったことをすぐにインターネットで検索することが可能。なお、PS3 では XMB から起動する単体のブラウザーとは違い、ゲームから起動する場合は Adobe Flash には対応しない。ブラウザーで検索が可能だが、トーンからブラウザーに切り替わるので TV を見ながらはできない。なお、これらの機種ではブラウザーが最初から アドビフラッシュには対応していない。PlayStation Portable でリモートプレイによりトーンの機能を利用できるが、インターネット経由のリモートプレイには、非対応。ただし、インターネット経由でも番組の検索や、録画予約、ビデオの整理は可能。録画した番組を PSP に最適化した、解像度、フォーマットに変換して書き出すこともできる。高画質と、 標準画質で書き出すことが可能だが、4時間以上の番組を書き出す場合は高画質での書き出しは不可能である。PSP への書き出しは、ダビング10のルールに基づき9回まで書き出し可能。プレイステーションビータでも PSP 同様にリモートプレイによりトーンの機能を利用できるが、インターネット 3G 回線経由のリモートプレイには、非対応。ただし、 Wi-Fi 接続によるインターネット経由でも番組の検索や録画予約、ビデオの整理は可能。録画した番組を p s i ータに最適化した解像度、フォーマットに変換して書き出すこともできる。p s i ータへの書き出しもダビング中のルールに基づき9回まで書き出し可能。当然ながら書き出しには p s i ータに専用メモリーカードが挿入されている。 必要がある。また、PS3 本体のシステムソフトウェアを4.0以上にしておく必要があり、また p s ータに専用アプリケーション、受けトーンをインストールする必要がある。バージョン3.00で、ウォークマンとナブゆえの映像書き出しに対応した。ただし、トルネアで機能を購入する必要がある。同じホームネットワークに接続されている、ソニー製。 BD レコーダー b d z シリーズや録画対応ブラビアをリモートコントロールできる。それらの機器に録画されているビデオも視聴可能。BS、CS チャンネル込みの番組表も表示でき、録画の整理もできる。2012年6月にリリースされたバージョン4.00と2012年8月発売の外部レコーダーナスネを組み合わせることでナスネでの地デジ。 BS、CS の視聴、録画、再生が可能となり、ナスネを最大4台接続することで、トーンの地デジレコーダーと合わせて、最大5番組同時録画が可能となる。トーン開発者によると、アップデートで機能を拡張していく予定は、もちろんありますとしていて。すでに何度かのアップデートが行われている。オンラインで行われるので、インターネット接続が必須。 バージョン2.10ライブからライブ機能が追加になった。ライブ機能はツイッターを利用して各放送局ごとのタイムラインで番組を見ながら投稿されたツイートを読み書きできる機能である。さながら番組の実況みたいなことができ、ツイッターの ID がなくてもつぶやきの内容を読むことは可能。また、ツイートにはハッシュタグが付加されるため、PC や携帯電話など、 トーン以外の環境でもツイッターが使えれば、そのハッシュタグの付加されたツイートをまとめて読む、または、ハッシュタグをつけて、そのタイムラインに参加することが可能となる。タイムラインは、放送局ごとなので、例えば、関東の人型地域の同一時間帯で、同一番組の周回遅れ放送の地域のライブに割り込むということはない。また、 その地域の全チャンネルと視聴中のチャンネル限定に切り替えられる。また自分や他者のプロファイルやタイムラインも見ることが可能なほか番組表から予約したことをツイートすることも可能となっている。ライブ機能は有無の切り替えができ有効時にはプレイステーションネットワークへのサイ,ンインが必要。また書き込みを行う際には ツイッターのユーザー名とパスワードの設定が必要となるがアカウントに登録せずにツイート見るのは可能である。2013年3月4日をもってライブ機能の提供が休止された。休止理由の詳細は明らかにはされていないが今後案内できる内容があれば公式サイトで明らかにするとしていた。その後2013年5月16日に実施された。 バージョン4.2のアップデートで一部仕様を変更した上でライブ機能が再開されている。バージョン3.00リモートからオンラインショップ機能が追加になった。在庫の内容は機種別に違っている。レコ、トルネ、デザインテーマ、ウォークマンへの書き出し、ナブユーへの書き出し等の有料提供機能を販売している。無料体験も可能。ニコニコ動画を使って 視聴中のチャンネルに対し、ニコニコ実況のコメントを表示する機能。ただし、チャンネルは、東京キー局だけの対応なので必ずしも、番組内容とコメント内容が一致しない。事実上、NHK 教育を除く放送では、ごく一部の都市以外では、全国放送の番組だけの対応となる。トーンが、実現可能になったのは、2008年4月に、 外付け地上デジタルチューナーユニットが規制緩和で解禁されたからである。それまでは PC などを介することによる著作権保護突破懸念から放送業界は危険物視して必要に反対していたがフリオが先んじて登場したことによって正規品が存在しないことがかえって非正規品の普及を促進することとアナログ放送派停止国限が迫ったことによる さらなる地デジ不及促進策へのこれら現実問題の方が無視できなくなり、放送業界もついに白旗を上げて、外付け地上デジタル中ならユニット解禁に至った。正式に開発がスタートしたのは2009年3月。その約1年前から基礎研究はすでに始めていた。さらに遡れば、PS3 開発段階から、いずれはテレビ録画をという構想はあった。 トーンも PC 用外付け地デジチューナーにまつわる規制を同様に受けていることから使用や実行速度に影響を受けている。規制には外付けチューナーであっても内蔵同様に不可分なものとして動作することや1分ごとに1回以上視聴ソフトとチューナー間で相互認証をすること内部で独自の暗号化を行うことなどがある。地上デジタルは アナログ映像信号による 1080p 出力が禁止されているので、チェック -2500 シリーズ以前で D 端子で接続している場合は PS3 本体のディスプレイ設定で 1080i を有効にしておく必要がある。チェック -3000 シリーズ以降は D 端子に SD 出力しかできない。さらにチェック -4200 シリーズ以降では、 そもそも D 端子に出力できない。1080p 映像出力には HDMI 接続が必須。トーンの PS3 専用地上デジタルチューナーユニット PS3 専用のデジタルチューナーユニットとテレビ視聴、録画アプリケーションで構成されるキットとして発売されたが、ナスネ発売以降はトーンが単独配信されている。ゲームやブルーレイディスク再生。 プレイステーションストアなどの動作中にもバックグラウンドで録画が可能。トーンをインストールすると、XMB にテレビの項目が追加される。PS3 にデジタルチューナーユニットを接続し、地上デジタルテレビ放送を視聴できるほか、PS3 内蔵 HDD および USB 接続 HDD への録画が可能で、PS3 をハードディスクレコーダーとして使用できる。 他に、ナスネにも対応する。録画した動画は、ダビング中にのっ,って、ってプレイステーションポータブルやプレイステーションビータ等に書き出すことができ、PSP と p s ビータのリモートプレイに対応している。PS3 内蔵のブルーレイディスクドライブは読み取り、専用のため、現時点では、ブルーレイディスクや DVD への書き出しはできない。なお、 地デジチューナーユニットで録画したデータを録画に使用していない別の PS3 で再生することはできない。これは BCAS の使用によるもので PS3 と地デジチューナーユニットのセットで著作権管理を行うためである。このことから PS3 本体が故障して基盤交換による修理が行われた場合にもやはり録画したデータを再生することができなくなる。 PS3 を買い替えた場合は古い PS3 と新しい PS3 を LAN ケーブルで接続しデータ転送ユーティリティでデータを移動することで録画したデータを新しい PS3 で継続して使用可能。累計販売本数は2014年7月時点で100万台以上とされている。2014年7月をもって シレジチューナーキットの出荷を終了すると発表。以降は、ナスネや PS4 への移行を促すとしている。PS3 専用で、多機種では動作しない。デジタルチューナーユニットのアンテナ入力端子に、アンテナケーブルを接続し、出力端子から、テレビのアンテナ入力へ接続する。デジタルチューナーと PS3 本体は、USB ケーブルで接続する。 アンテナスルー出力は PS3 デジタルチューナーの電源がオフでも動作する。2台以上の同時接続には対応せず、複数チャンネル同時録画も不可。予約録画は PS3 が電源オフでも自動起動して行われ、録画が終わると自動で電源オフ状態へと戻る。録画上限は1800本であり、外付け HDD を増やしても1800本以上は、 録画できない。録画の予約は50件まで。ゲーム実行の裏で録画可能だが、PS2 ゲーム実行中と、PlayStation ホーム実行中では、録画ができない。また、録画中は、PlayStation I や、PlayStation Move の挙動が不安定となる。地上デジタルチューナートーン再下段が、最新バージョンとする。バージョン1.00バージョン1.10バージョン1.20。 バージョン2.00バージョン2.01バージョン2.10ライブバージョン3.00リモートバージョン3.50バージョン3.51バージョン3.52バージョン4.00バージョン4.01バージョン4.1バージョン4.2バージョン4.21バージョン4.5バージョン4.51バージョン4.52バージョン5.00 プレイステーションビータ上で、ナスネの管理やテレビの視聴、録画したデータの視聴や書き出しを行えるソフト。2012年12月20日より、プレイステーションストアにて配信が開始され、2013年3月13日まで、無料、同年3月14日以降は800円で、購入可能となる。使用するにあたって、PS ビータのシステムソフトウェアを2.02以降に、 アップデートしておく必要がある。PS3 版のトーンのユーザーインターフェースをそのまま踏襲しており、軽快な番組表表示もそのまま受け継いでいるだけでなく、タッチパネルによる操作も可能にしており、ドラッグやフリック、ピンチインアウトでスクロールや拡大縮小、再生、停止、スキップなどが可能となっている。ナスネの録画データの書き出しは Wi-Fi を経由することで、 可能となっており、ケーブルを接続することなく、ワイヤレスで録画データの書き出しが行われる。また、室内での録画予約だけでなく、外出先でもウェブブラウザを使用する形で、G ガイド、テレビ王国チャン取ルから、録画予約の設定も可能となっている。なお、トーン PSB 板が接続できるのはナスネのみであり、トーンの地上デジタルチューナーを接続した。 PS3 には接続はできない。このため、PS3 で録画したデータの書き出しを行う場合は、従来通り受けトーンを使用することになる。ただしメモリーカードに確保される録画データ書き出し、領域は、受けトーンとトーン PS ビータで共用されるため、受けトーンで書き出した録画データをトーン PS ビータで見ることは可能である。トーンプレイステーションビータ TV は、 トーンプレイステーションビータのプレイステーションビータ TV 対応版である。2013年11月14日から配信している。プレイステーションビータ TV は物理的にはレコーダーキット付属の地上デジタルチューナーを接続できるがトーンプレイステーションビータ TV では対応していない。機能的には対応ハードウェアの使用に対応してタッチパネル関係の機能がないのと 表示解像度が異なる。また、PSTV には、バージョン2.00は配信されていない。バージョン1.00バージョン1.01バージョン1.1バージョン1.11バージョン2.00、プレイステーション4はなすに対応することを予定していたが、2014年5月30日の発表でプレイステーション4パントーンの発売が、同年6月10日と正式に決まった。 当初は、同年7月31日までは、期間限定無料キャンペーンを行い、8月1日以降は、価格が823円となるとしていたが、好評なのを受けて、価格改定を実施、8月1日以降も、無料で配信することになった。PlayStation アより配信される。PS4 版では、 ロゴも一新されていて、様々な機能追加などが実現している。PS3 では対応している、地上デジタルレコーダーキット付属の USB 接続値、デジチューナーには対応しない。このユニットは PS3 専用である。また、スは、ナスネ発売以降はローカルにチューナーを接続しない、方針である。PS3 版とは違って、 PS ビータ等への書き出しには対応しない。これはビータでは直接 PS ビータ版トーンを使えば可能である。BD リモートコントローラーには対応していない。PS4 本体システムソフトウェアが対応していないため、HDMI CEC 対応や YUV 出力処理系追加などトーンに必要な機能がシステムソフトウェア1.70で追加されたため、 同ーンの動作にはあらかじめ1.70以上にしておく必要がある。バージョン1.00バージョン1.10バージョン1.20バージョン1.21バージョン1.22トーンの提供開始5周年にあたる2015年3月18日に提供を開始したスマートフォンタブレット端末向けアプリ。無償配布され、ナスネと連携して番組表の閲覧や 録画予約が可能となっているほか、アプリ内でアドオンを購入することで、リモート視聴を含めた放送や録画番組の視聴が可能となっている。操作体系は、基本的に PS4 版を踏襲しているが、メインメニューは、スマートフォンやタブレット端末に合わせる形で立てないし、横配列となっている。また、システム的に必要な部分以外の全てを、 フルネイティブで実装、PS ファミリー版とほぼ同様の操作感を実現している。PS4 版を操作する際のリモコンアプリとしても使え、スマートフォン等から PS4 の起動、トーンの操作、番組の録画や視聴ができるようになっている。また、PS4 版のようにトルネフが登場し、番組紹介やアンケート機能を備えているが、これに加えて、 アプリの起動やメッセージの確認、アンケートへの回答、ツイッターでツイートすることなどによって得られるポイントを使ってミニゲームが遊べ、トルネフのボイスが手に入る機能も搭載されている。ビータ版や TV サイドビューなど既存の Android、iOS に対応した DLNA 連携アプリと異なり、汎用の DLNA 機器の映像視聴には対応していない。また、 PS ファミリー版で必須だったプレイステーションネットワークへのログインが不要となっており、リリース当初はニコニコ実況やツイッターと連携した実況機能が省略されていた。将来的には検討したいとしており、2016年3月16日にリリースされたバージョン1.10でニコニコ実況との連携に対応している。再生可能な解像度については、 汎用プラットフォームであるため、機器によって扱えるコーデックが異なることから、当初はモバイル向けの SD 解像度のみだったが、その後 Android 版のバージョン1.10、iOS 版のバージョン1.20で、HD 解像度に対応している。早送り、早戻しにも対応。また当初対応していなかった録画番組の書き出し機能については、Android 版。 iOS 版いずれもバージョン1.30から有料オプションとして対応。これにより Wi-Fi 経由で録画番組をスマートフォンやタブレット端末に書き出すことが可能となる。居住すると道府県内の撮る機能サービス利用者の視聴台数、録画台数を番組別に知ることができる。撮るは録画数の単位。東京都内で録画された人気番組のトる数を 速報を取るね番付、月刊取るね番付の形で、満タンウェブが発表しており、ヤフーニュースにも意味を掲載され、視聴率に変わる人気番組の新指標として、注目されている。トーンの公式マスコットである。直接ソフトに関係するものではないが、長らくマスコットの存在しなかった本機に一足早く6月18日より、トルネフというオウムのキャラクターが登場した。 自分のツイッターアカウントも持っており、目標は薄型テレビを買うこととされている。トルネフはツイッター上でトーンに関することやタワーごとをやいているが、AV ウォッチが記事ではぼかした、デコード時に、ジャンルごとに最適なパラメータでフィルターをかけているという、フィルターという非公式名称について、実は、軽音。フィルターだと明かしている。他にも、 自分がつぶやいていた謎のカウントダウンの内容を2日前に自ら一つ漏らして怒られるという顛末もあった。その時に漏らした行為をネフリークスと自称している。以下のサイトも参照。ありがとうございます。